はい、現在は2023年10月、Steam Next Fest が始まりました。今回は10月9日から16日まで開催。迷ったんですが、かなりイエローチャンネルとしては、このゲームを紹介します。オープンワールドサバイバルクラフト r p g ソウルアッシュ2え。この体験版です。ソウルアッシュ1がリリースが2022年、広大なオープンワールド スキル性の成長システム、アイテムがすぐ壊れるので、それを修理したり、クラフトしたり、あらゆる要素が入っている個人開発としては大規模な RPG です、えー。こういったゲームは開発に時間がかかります。特にローグライクは何年もかけて調整しないと過去の名作には並ぶことができないわけです。実際にソウルアッシュ1がまだ完全ではないのに、なぜ2を作るのか、といったスレッドが存在していました。 ま、この辺はいろんな事情があるんでしょう。ソウルアッシュ2で大きな変更点としては、あの、ドワーフフォートレスのように、世界全体がゲームごとに生成されます。さあ、ドワーフ、や、こいつは誰だ世界が生成され、村があったり、洞窟があったり、当然、バイオームごとに出てくるモンスターが違います。村ごとに住人や生産品が違ったり、非常に細かいです。 世界を生成したらゲームモードを選択。ハイファンタジーかダークファンタジーまたはハードコア。ハイファンタジーでは死んだ際にアイテムを落とすが復活ができる。歳を取らない、餓死しない。しかし、スキルを伸ばすのにより多くの経験が必要。多分、ローグライクラクシーゲームプレイにはダークファンタジーがいいと思います。死んだら終わりですが、スキルは伸びやすい。そしてこのゲームハードコアはやばいです。世界全体が消えます。 キャラクター作成は細かいです。外見をカスタマイズできる。そして種族はヒューマン、ドワーフ、トラ、エルフ、ボーンレイスの5種。この種族は寿命が設定されています。人間70歳、ドワーフ200歳。ゲームモードによりますが、キャラクターが死んでしまっても世界は残るので、多分ドワーフ,フォートレスや CDDA のように次のキャラクターを使って冒険を続けていく感じでしょうね。 スキルと装備を選んで、最後に出発する村を選択します。ソウルアッシュ2はジャンルとしてはサンドボックス RPG で、体験版の範囲では特に何をするとか決まってない感じに見えます。いきなり始まってます。さあ、まずはステータスにポイントを振ります。スキルは今回はソードファイティングを取りました。村人がいますね。あ,あれは、 そう、キュート。ソウルアッシュは、食事、水が必要で、時間の経過もあるので、プレイヤーは定期的に休む必要があります。序盤をプレイした感じ、結構食料が厳しいです。えー、こんな感じに、最初系のスキルもあって、何か花を摘んでます。これ食べる花いや、違った。これは、理念の材料。マップの端へ移動すると、ワールドマップへ移行できます。 さあ、ここはグラスランド、草原ですかね。ご覧の通り、マップはでかいです。うん、これできれば、モンスターがいないときはすぐに切り替えできるようにしてほしかったですけど。まあ、ストーンシャドっぽいですね。何もないです。とりあえず川沿いを進もう。さあ、何か拾います。これは、 ファイアウッド、薪です。材料が集まると、クラフトができます。結構木材が必要な感じ。ふむ、今は何もできない。うわ、雨降ってきた。ちょっと食料が足りない感じがしますが、こちら、シルカラ村へ行ってみましょう。到着、あ、動物がいます。いや、人か、住人がいます。え、これは、 右クリックをすると、トレードができます。ええー、と、とりあえず、お腹空いてるので、肉を買いましょう。ああ、これおそらく、場所によって物価が違いますね。うん、結構リアル。このソウルアッシュ2、実は、Z 軸があります。高さの概念です。はしごをクリックすると、マップが切り替わりました。こ登りましたね。多分、ここの村は、この樹上に家があるんでしょう。 さあ何かいます。ヘビー。さああいつを倒します。スキルはスタミナ、それから空気ダウン式です。はい、倒した。まあ、強くない。ミミズではありません。これヘビーの死体です。さあ、持ってきましたね。えー、今度は、街に来ました。 ちなみにスキルは使った分だけ伸びるシステムで、今ソードファイトが、バーが伸びています。さあ何かマークがありますね。そこへ向かいます。スワンプケーブを発見した難易度イージー。うわ、こいつはスライム。さあスライム殴って、スキルが上がると新しい技が増えましたね。武士道。ヒットボーナスとパリーボーナスが上がる。これすごいですね。 一回逃げます。スタミナがないですね。しかし、これは何か来ている。うわ、クロコダイルじゃん。はい、ワニー、死んだ。スライムは弱い。ステータスが伸ばせる。このスキルがじわじわと上がっていく感じ。うん、これは楽しい。さあ、スライムを拾った。 しかし、クロコダイルは重すぎて言わなかった。そう、このゲーム基本的に死体は解体するらしいですね。で、解体するには何かしらカットする道具が必要。え今回なぜか初期装備にピックアックスを選んだので、これナイフが良かったかなと今更思いますね。さあ、そんな感じで、今回の動画はこれでおしまい。こちら新作のオープンワールドサバイバルローグライク RPG ソウルアース2でした。 現在体験版が公開中です。リリースは2023年12月です。うん、多分これ完成しないですね。12月公開で、まあ1年ぐらいアーリーをやって、いやでもこの規模のゲームはさすがにきつい感じがしますね。だってもう全部入ってますもんね。ドアフォートレスから、あとサバイバル系 CDDA とかストーンシャードまあなかなかの野心作ということで、今後に期待ですね。えー、それでは。 かなりイエローがお送りしました。な、うさぎ。し、うさぎを倒せ。死体がある。